裏飯や。びっくりしたか？なあなあ。おい。おい。やっぱり聞こえぬのか。それとも怖くて寝たふりをしておるのか。まったくしょうがないやつだの。ではお主が怖くなくなるように自己紹介をしてやろう。わしはもともと隣の部屋に住んでおったんじゃがの、先日おかみが変なじじいを連れてきようって、そやつがまた変な歌を歌うんじゃ。救急にょりつりょうとか立ち去れとか言うとったかの。このじじいがまた音痴でのう。やめろと言っても聞かぬから、しょうがなくこっちに移ったんじゃ。どうやってって思うじゃろう。わしほどの霊になれば、自分が取り付いている品を自分で移動させることく。うん、いきなり何をす。お主、わしが見えるのか。やっと見つけたのだ、わしの声を聞けるものを。この宿に住まうようになり、苦節数十年。客が来るたびに毎晩枕元で自分語りをしておるのに、誰も聞いてくれぬのだ。それどころか皆金縛りに遭うばかり。じゃがお主はわしの声を聞き、見て触れることができる。じゃからわしの嫁に。警察？おかっぴきのことかの。呼んでもよいが、果てにはならんぞ。今のところわしが直接見えたのはお主だけだ。それにわしは変質者ではない。純粋にお主のことを嫁にしたいだけだ。そこまで言わずとも。ではせめてここに滞在している間だけでも一緒にいてはくれまいか。いやじゃ、御所じゃ、話を聞いてくれるだけでよいのだ。わかった、言うことを聞けばよいのだな。何をすればよいのだ。耳かき、なぜじゃ。お主、相手が幽霊とはいえ急に他人に耳かきを所望するなど、どうかしてな。わかったのだ、やればよいのであろう。まったく幽霊使いの荒いやつじゃ。では始めるから横になれ。綺麗じゃがの。耳かきなんて簡単じゃ。わしくらいの霊になればそれくらいの小物はすぐに作れる。まあわしが見える相手にしか使えんがの。では始めるからの。
そうか、ね、痛くはないか。そうか、それは良かったの。つかぬことを聞くが、お主なぜこの宿を選んだのじゃ。近くに新しいホテルとやらがあろう。こんな夜中に何か出てきそうなおんぼろい宿ではなくてもよかろうに。怖い噂？そのホテルにも霊がおるのかな。いや、お主ほどの霊感が強い者が言うのであれば間違いなかろう。ほう、ホテルか。そうか、そうなのか。嬉しいのだ。ずっと一人だったからの。もしかしたらわしはもう言葉を話せておらぬのかと思っておった。今日お主に会えて本当に嬉しかったんじゃぞ。少しくすぐったいか。そうか、よかったの。反対を向いてくれるかな。もちろんなのだ。その代わりまたここに泊まりに来るがよいぞ。
本当か？絶対約束じゃからな。寝言だったとかいうごまかしはなしじゃからな。ふりかな。取り付いてやる。もしお主がよければ本当についていってもよいかの。冗談じゃ。
絶対来るのじゃぞ。ずっと待っておるから。